お疲れ様です。ボンです。今日は三島組の大門を持った優の話をしたいと思います。何日か前にね、優の話はしてると思うんですよ。パート1、パート2に分けてね。まっちゃんの兄弟分の嫁のお兄さんの話ね。その優が三島組の大門を持ってからの話を今日はしたいと思います。ユーはね、ある三次団体を処分になって三島組に行ったんですよ。三島組に行ってから一番最初にしたことって言うたらね、自分がもともと所属してた事務所に電話をかけて、若頭の〇〇変わってこれ、まあこんな感じですよ。もうな頭、わし三島組に行ったから、もう今までのわしと一緒にしとったらあかんぞと。ダメなこと言うてたら、殺しまうぞ、こら。これから物の言い方に気ぃつけようと。俺の悪口どっかで言ってみ、こらと。殺しまうぞっていう電話を入れてるんですよ。で、若頭も、お前何言ってんねんと。うち処分になって、何が三島組やねんと。いけるわけないやないかいと。よそにと。役立てできることはないのってこういう言い方されたらしいんですよ。お前って誰に言うとんじゃこらと。それならお前三島組にクレーム入れやんがいと。クレーム入れに来いやなからと。うち処分した人間何拾ってんねんって言わんがいこらって。お前言える会社あるんだこら貸すっちゅってね、言うわけなんですよ、若頭に。でもね、実際優が言うようにね、当時の三島組にクレーム入れる組織ってあまりなかったと思うんですよ。同じ山県組の人でもやっぱり三島組には遠慮してました。いう組織も中にはあったと思うんですけども、クレームをね、うちの処分者ひらんわとクレーム入れた組織もあると思います。でも三島組からしたら、だから何っていうね感じだったんですよ。もう空気がそんな感じなんですよ。だから三島組はバン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 人が増えていってました。実際当時ね、何でもありですから、絶縁者であろうと破門者であろうと何であろうと組員にしてましたからね。はい、直参になってるかって言ったらそうじゃないと思うんですけどね。三島組は直参ではないんでしょうけど、誰かの射程とかね、誰かの若い衆とかそんなのいっぱいいてました。だからこのユウもそのうちの一人です。それでユウは多分若頭のことが嫌いだったと思うんですよ。だから若頭にまず電話を入れて、自分が三島組に行ったということを伝えたかったんだと思います。ユウはね、若頭が何のしのぎしてる、どんなことをしてる、誰と付き合いしてるとか、まあ全部知ってるわけなんですよ。そんな大きくなかったんですよ、ユウがもともといてた組織ってね。ユーは何もかも分かってるわけなんですよ。親方はどんなしのぎしてる、誰はどんなしのぎしてるっていうのをね。だから若頭のしてるしのぎも全部分かってたんですよ。で、若頭があるとこでね、テーブルゲーム、当時のね、お金かけてするテーブルゲームね、そこを面倒見てたんですよ、一見ね。で、そんなまあ流行ってる店でもないし、街中の飲み屋街にバンってある店でもないしね、細々としてるようなゲーム屋だったんですよ。もともとその若頭と同じ組織にいてる頃からユウは出入りしてたらしいです、そこのゲーム屋にね。でそこのゲーム屋行って、まあ3万円ぐらいして、まあ負けるじゃないですか。そしたらそこの従業員呼んで、お前このテーブルさっきから電気ついたり消えたりしてるけど、お前なんか中で操作してるやろと、これなんか電波で悪いことしとん違うんだと、今まで俺の負けた分全部返せこらって、こういう風に言ったらしいんですよ。そしたらその従業員がね、もうまたユウさんまた始まったみたいな感じでね、冗談で言ってると思ってるんですよ。処分されたこととか知らないから、でもユウさんもう冗談いいですよと、とんかつ定食おごるからもう機嫌直してくださいよって、いつもの調子でそんなこと言ったらしいんですよ、従業員がね。何こらと、とんかつ定食やぞこらと、俺をバカにしとんがいこら言うてね、そのテーブルゲームに備え付けの椅子
それを持ってね、テーブルをバシーンって叩いたらしいんですよ。ゲーム機をね、テーブルゲームを。ヒビがバーンっていったらしいんですよ。従業員はびっくりするじゃないですか。今までそんなこと言うはしないから。文句は言うけど、そんなテーブルを叩くようなことしなかったからね。で、従業員が、ユウさんそんなことされたら、〇〇さん呼びますよと。それ、我が社のことね。呼ばんがい、こらと。今すぐ呼べ、こらってこうなったらしいんですよ。従業員が、ゲームの従業員が、まず、オーナーに電話かけたらしいんですよ。ユウがこんなことしたと。テーブルゲーム終わったと。いう電話をオーナーにしたらしいんですよ。で、オーナーが、その若頭に電話入れたらしいんですよ。で、若頭が、店に来たらしいんですよ。で、ユウに、我ら何しとんじゃこれと。ここ俺が面倒見たの分かってるやろって、こう、まあ、パッて言ったらしいんですよ。そしたら、ユウは、お前、今なんて言ってんと。勘違いしとったらあかんだこれと。いつまでも同じ組のユウや思とったらあかんだこれって言ってね、言い出して。若頭も引っ込みつけへんから自分面倒見てる店でそんなことされて何これってまあこうお互いね何でこれみたいな感じで若頭もなってまあ言い合いになったらしいんですよ。そこ でやるやらんとかなんてね。そしたらまあ店のオーナーもその時ぐらいに来たらしいんですよ。でユウさんどうしたんですかと。そんなこと今までしたこともないのにどうしたんですかとなって、俺は今までこいつに頭押さえられとったから、同じ組の頭っていうだけで頭を押さえられてたから辛抱もしたと。さあ俺も今三島組やと。こいつに遠慮することがないんだと。俺この店もずっと気に入らんだと。でも辛抱しとったんやと。こいつの顔色見てやなって辛抱しとったんやと。もう関係ないぞこらって言ってね、言うが何かまあ不満がいっぱいあったんでしょ。そしたら私らは一応親方に言うてるわけなんですよ。ユウが三島組に行って、そういう電話をしてきたと自分にと。店でテーブルゲーム終わったっていうのも、親方に電話一本入れてるわけなんですよ。そう、そのゲーム屋に親方が来たわけなんですよ。ユウの元の親方ね、が来たわけなんですよ。その親方がユウに、お前何やこのマネーと。どういうつもりやと。お前、頭にどんだけ世話になったんじゃと。それに三島組行ったやと、こらと。誰が言って言って言ったんじゃと。うちから処分出とんやぞと。どこまでバカにしとんやってこうね、ユウに怒ったらしいんですよ。で、ユウもさすがに親方にそう言われたら、ちょっとおとなしになったらしいんですよ。で、そこで、まあ、いろんなこと、その若頭に対しての不平不満、一生懸命、まあ、親方に説明したらしいんですけど、親方にしてみたら、もう処分した人間やし、三島組に行ったとか、行ってないとか、そんなこと言うてるような人間やから、もうどうでもいいわけなんですよ。でも二度と近づくなと。もううちに関わるなと。もし三島組ほんまに行っとんのやったら、わしも考えやると。すぐ帰れって言って、もう帰らせらすんですよ、そのままね。でも、若頭にしてみたら立場がないわけなんですよ。親方に助けられてるから。親方が来てなかったら、多分、優に押し切られてるわけなんですよ。優は多分そのまま、今までの負けのお金を返せと。言ってるはずなんですよ。オーナーは、そこの店のオーナーは、返したと思うんですよ、ユウにね。だからそれは空気感で、もうみんな分かってることなんですよ。我が頭は親方に助けられたっていうのはね。だからちょっと、我が頭も立場ないから、これは一遍ちょっと、ユウを、やらなあかんなと。そうか、もう肩切りになろうかと。あごまでユウみたいなやつにバカにされて、かっこ悪いと。もう肩切りになろうかなとか、まあいろいろ考えたらしいんですよ、その頭はね。その日の夜、ユウからまっちゃんに電話がかかってきて、まっちゃーんと、わしはわしーと、ユウさんやろと、何っていう感じでまっちゃんが、まあ、電話取ったらしいんですよ。そしたら、今日なーと、頭の何々こうこうこうしたってんと。で、ゲーム行ってゲーム機叩き壊しちゃったとか言うらしいんですよ。でそんなやつ、ユウさん大丈夫かいなと。そんなもん、さらわれても文句も言われへんがなと、そんなことしてたらって、まあ、言ったらしいんですよ。何言うてんのと。俺、どこの組織行ったか知ってると。あ、どこの組織も何も、ユウさん処分されたばっかりやがなと。どこ行くねんなって、まっちゃんは言いながら、もしかしたら三島組違うかって、まだまだ思ってたらしいんですよ。三島組しか行けるとこないからね。
ゆうさんまさか三島組違うやろうなって言ったら、その通りや、三島組やでと、まあこう言ったらしいんですよ。なあやっぱりなと。でもまっちゃんは、ゆうが三島組でやっていけることないと、あの大ボラ吹きが三島組で何か物事を起こしたらすぐやられてまうわと。それでまっちゃんは、ゆうさんなど三島組は普通の組織違うねんから、今までみたいなことをしてたらやられてまうでと、あかんでと、考えてやるだせんなあかんよと、まあ言うように言ったらしいんですよ。だから言うは、そらまっちゃん分かってるなと、そらもう俺も上手に三島組のないもんつこでええようにするよっつって、じゃあまた電話するわって電話はそこで一旦切ったらしいんですよ。そしたら言うに、もともと入れた組織の若頭ね、そのゲーム屋でごちゃごちゃなった若頭、その人が電話かかってきて、ちょっと会いたいんやと、一対一で会うてくれへんかと、二人で大事な話しよう、そういうふうに電話があったらしいんですよ。で、ユウも、わかったと、どこやねん、行ったらと、もうユウは喧嘩やと思っとるから、どこにおんねんって、行ったら待っとかんがいって、まあ、こんな感じで言ったらしいんですよ。で、それをまだ待ってない電話かけてね、今、戻った頭、丸丸の頭から会うてくれて電話あったと、今からちょっと会いに行ってくるわって言ったらしいんですよ。あ、まっちゃんはゆうさんあかんと、やめとけと、やられるかもわからんと、腹くくってるかもわからんでと、そこまでバカにされたらもうバックできへんと、前に出るしかないんやと、もうやめとけっていきなと言ったらしいんですよ、まっちゃんはね。そういう風に、でもゆうはアホやからかまへんと、今から行ってくるわ言って電話切ったらしいんですよ。ということで、この続きはまた明日したいと思います。申し訳ないです。じゃあ。